い、それでは BRZ 見ていきたいと思います。フロントから見ていきます、フロントバンパー右前です。特に気になるような傷は、あ、これは汚れでしたね。そうですね、特に見当たらなそうですかね。この辺りも綺麗な感じですね。で、エンブレム周辺、ちょっとタッチアップしているところがありますけれども、大きく目立つような傷というのは見当たらなそうですかね。そうですね、綺麗ですね。こんな感じになっております。で、ヘッドライトも左右ともクリアな状態です。続いてボンネット、凹んでるところは特に見当たらなくて、全体的にもツヤがあって綺麗なボンネットになってますね。こんな感じです。続いて左側面見ていきます。左フロントフェンダー、こちらも特に気になるような傷は見当たらない感じですね。で、左フロントのホイールです。綺麗ですね、ホイール。ガリ傷なども特に見当たらないかなと。で、タイヤの方もね、結構溝残ってます。で、ドアミラーはこのね、カーボンのカバーがされてて、とてもスタイリッシュな感じになっておりますね。助手席側のドア、特に傷がついているようなところは見受けられず、とても綺麗な状態になってます。で、サイドステップ周りもこんな感じで綺麗ですね。で、左リアのフェンダーですけれども、リアフェンダーもね、綺麗ですね。こんな感じです。で、このルーフのサイドの方も綺麗な状態になってますね。で、左側面のへこみですけれども、特にへこんでるところはなさそうですね。続いて左リアのホイールです、ここにガリ傷が1箇所ありますね、あとは特に目立つようなのはなさそうですかね。で、リアタイヤも溝はですね、結構残ってますね。はい、続いてリアバンパーを見ていきます。リアバンパーも綺麗ですね。特に気になるような、傷は見当たらなそうですね。こんな感じです。続いてトランク、こちらも綺麗ですね。リアウィングもね、非常に綺麗な感じで、トランク上面も綺麗ですね。続いて、右リアフェンダーを見ていきます。右リアフェンダーも綺麗ですね。ルーフサイドも特に、色褪せもないです。で、右リアのホイール、こちらはガリ傷、ちっちゃいのが少しあるかなっていうぐらいですかね。こんな感じになっております。で、運転席のドア、運転席ドアも綺麗ですね。で、サイドステップ周りも特に気になるような傷は見当たらない感じです。ドアミラーも運転席側綺麗ですね。で、そしてフロントのフェンダー、こちらも特に気になるような傷は見当たらないですね。そして右フロントのホイールです。
綺麗ですね、右フロントホイール。こんな感じになっております。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうかな。見当たらなそうですね。ついてルーフです。ルーフも綺麗ですね。感じで、まあ、傷も見当たらないかなという感じですね。はい、続いて内装を見ていきます。運転席のドアトリム綺麗ですね。スカーフプレートも綺麗な感じで、フロアマットも綺麗な感じです。運転席のシート、ここね、擦れやすいですけども、まあ、多少擦れてるかなっていうぐらいで、結構ね、綺麗な状態維持してますね。助手席側もこんな感じで綺麗ですね。室内まだね、新車の香りがちょっとまだしますね。そしてステアリングも擦れもなく綺麗な感じです。で、ダッシュボード上にレーダー探知機装着されてますね。ダッシュボードもね、綺麗ですね。で、ETC ちょっと暗いですよね。ここについてますね。で、これは USB の延長ケーブル。で、ケンウッドの、ナビが入ってという感じで、USB させるポートがね、ついてますね。で、シフトブーツとかね、変わってて、あとこの辺も、カーボンのね、パネル。ついてますね。なかなかおしゃれですね。こんな感じです。あとは、クルーズコントロールですね。これもついてますね。で、ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。かかりいいですね。結構吹き上がりもいい感じです。で、バックカメラ、ガイド線付きでこんな感じで表示されます。切り替えは、あ、違う。どうやってオーディオメニューに切り替えるのだろうか。ちょっとこれかな。 ありました。こんな感じでいろいろとね、使えるメニューになってますね。はい、では続いてトランク見ていきたいと思います。あ、トランクも綺麗ですね。トリム類の欠品もなく、汚れ傷等もないですね。で、車載工具の方も揃ってますね。こんな感じです。そして助手席側、助手席側も綺麗なドアトリムになってますね。そしてスカッフプレートも綺麗な状態で、フロアマットも綺麗ですね。まあ、やっぱり距離が少ないので、内装もね、非常に綺麗な感じですね。ちょっとね、リアシート、室内で暗くてあまり見えないですけども、こんな感じになってますね。うん、とても綺麗な内装かなと思います。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、じゃあエンジンルーム見ていきます。エンジンルームも非常に綺麗です。こんな感じで、まあ本当ね、汚れも含めて全然ないですね。まあもちろん変な音も進んでますね。まあ、まだまだ汚れも少ないので元気にしてくれるんじゃないかなと思います。
はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは試乗してみたいと思います。 BRZ の、GT グレードになりますね。はい、で走行距離はですね、まだ2万4000キロをちょっと越したところという感じで、かなり少ないですね。まあ、クラッチなんかもね、軽いですし、つながりもね、普通ですね。あ、ミッションの入りもいいですね。すごい軽い感じです。で、このシフトノブ冷たくなくていいですねまあ純正のねシフトノブもそんな冷たくはないんですけどね。まあ乗り心地もいいですし、マフラーなんかもノーマルなんでね、とても静かですし、なんかこう BRZ らしいこう大人な感じの乗り味という感じですかね。でこのシートはですね、レザー&アルカンターラの、シートでして、純正のシートヒーターが装着されています。ちょっとつけてみましょうか。でまあナビ、あとレーダー探知機、バックカメラ ETC が装着されている感じですね。ドラレコはついてないのかなですね。ちょっと踏んでみましょう。あ、やっぱり力強くて早いですね、後期モデルは。とてもね、トルク感もあって、エンジンの方もね、よく吹き上がります。で、まあ室内に入ってくる変な音も特に今のところないですね。ハンドルが取られるとかそういうこともないですし、とても乗りやすいですね。まあ、GT グレードなんで、このブレーキのね、キャリパーも大きいものがついてますから、とてもねこう踏んだ時の剛性感もあって、まあ、全体的に本当なんかスムーズな感じでね運転できて、よく止まりますし、特段何の違和感もないですかね。なんか問題抱えてそうという感じもないです。でシートヒーターもね温まってきて、とても快適な車ですね。まあいろいろとこうパーツがついてるというわけではないので、ここからまあカスタムしていくのもいいと思いますけども、まあ純正のねこの GT グレードをまあ楽しむというのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。走りの方はね、全体的に特に何の違和感もなく楽しめそうかなという感じです。はい、以上 BRZ の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。